は12代将軍の家慶を紹介するぜ。ぶっちゃけ、なんもないでしょ。15代の慶喜は名前聞いたことある。でも、他には。11代の家斉がハーレム将軍で、12、13、14はいてもいなくても一緒みたいなもんでしょ。それは言い過ぎだろ。家政ほどの強烈な個性がないにしろ、いや、家斉の次の将軍だからこそ面白い話もあるんだぜ。ペリーがやってきた時代だからな。日本にとって最大の激動の時代なんだぜ。ふん？どんな将軍だったの？まず家斉パパのことが大嫌い。ああ？そやね。女の尻追いかけてばかりの将軍様だからね。子供さくってばっかだし。なんで？将軍に世継ぎを作るのは重大問題じゃろうに。家光みたいに BL に走るのも問題だけど。将軍様とその息子だからねー。しがらみだらけの環境なわけよ。だからどうしてもギスギスしちゃうんだよねー。かわいそうだね。将軍家だから普通の家庭と違うだろうし。うん。それでいて女好きだったんだぜ。気は争えないというか、将軍としての能力は平均的。徳富蘇峰も近世日本国民史で総評している。最初は水の忠国に政治を任せていたんだけど、これがダメだなぁとなると安倍正弘に切り替えている。安倍正弘は勝海舟のような有能な人材を登用した。なかなかに有能な政治家だったんだぜ。だったら最初から安倍に任せればって話でもあるんだが、安倍正弘は当時まだ24歳だったんだぜ。それに政治を任せるなんて結構な決断力だと思うぜ。水の忠国ってどんな人だったの？松平定信の劣化バージョン。なんとなく想像つくわ。家慶、魚釣りが好きだったんだよ。あと好物は生姜。ついでにちょっと生姜のことも調べてみたのだぜ。生姜って漢方でも使われているみたいなんだね。生の生姜には、その精油成分から発汗を促して、おかんなどを発散させる働きがありますが、乾燥させた生姜にはそれはなく、家を体の中からじんわり温める力があるらしいぜ。また、生の生姜には吐き気を抑える作用があるが、乾燥させた生姜にはないんだぜ。え？同じ食品でも乾かすだけで効用違っちゃうの？漢方ではそう教えているぜ。あたし医者じゃないから断言できないけどな。中世のヨーロッパでは生姜の需要が胡椒に匹敵するほど高かったらしい。生姜ってお肉やお魚の臭みも取ってくれるし、料理には欠かせないよね。全漢茶もいいの。生姜のお茶ね。わあ、いいなあ。体が温まりそう。そうそう。生姜は実にありがたい食べ物なんだぜ。魚の焼き物にも付け合わせとしてついてくるよな。もちろん将軍様のお膳にも、と思ったら、魚の横にいつもある生姜が乗っていないんだぜ。おかしいじゃん。将軍様の大好物なのは当然知っているわけで。いや、人間のやることだから間違いもあるじゃろ。直ちに料理人が呼び出されるわけよ。世の大好物である生姜がないとはどういうことなんだ、と。料理人、顔面蒼白でぐるぐると震えているわけよ。そして小声で答えるわけ。禁止されているのでございます、あん。生姜は贅沢品なので、禁止されているのでございます。誰がそんなこと決めたの？老中水の忠国様です。将軍家系、箸を落としてガガガガーンよ。穴子の寿司出しただけで贅沢と言われて捕まる時代だからねー。今すぐ他の老中呼べよ。他の老中、大慌てでやってくるわけよ。ただ国首だから。たった今決定。食い物の恨みは恐ろしい。さすがに生姜の件だけでただ国を首にしたなんてことはないわけで。ただ国の評判がすこぶる悪いのは知っていただろうし。そんな家系だが、嘉永6年、1853年、に死んでしまうんだぜ。熱中症による心不全が原因と言われているぜ。将軍様熱中症で死ぬか？時代が時代だから。今ほど医学発達していなかったし。ペリーが来航した2週間後のことだぜ。まさか、黒船見てショック死したとか、ありえない話じゃないんだぜ。というわけで、今日の話はここまでだぜ。またねー。
というのが以前投稿した動画の内容。今思えば懐かしいよね。フェリーが来る直前の激動の時代ですからね。今回開港にあたってもう一度調べてみたんだけど、新しい発見がありました。その前に家吉の時代はどういう時代なのか海外と比較してみました。そもそも生まれたのが寛政5年、1793年だからフランス革命よりも後の時代なんですよ。父の家成がすごく長生きしたので将軍職に就いたのが45歳と遅め、この時もう1837年ですからね。ナポレオンとかとっくに失脚していますからね。イギリスに至っては政党政治をやっている上に選挙法を改正しろとか運動しているんですから、宣教師のリーングストンがアフリカ大陸を横断、奴隷解放に尽力している。また帝国主義の時代でヨーロッパ列強が欲望をむき出しにしている時代ですよ。アヘン戦争の時代でもありますしね。こんな無茶苦茶なグローバル化が押し寄せてくる時代なんで本当はちょんまげ言っている場合じゃないんですよ。諸国民の春で各地で民族運動起こっているんですよ。将軍に即位して大塩平八郎の乱ですから。とんでもなくヤバい時代に突入しちゃっているんですね。その家吉だが、ちょっとヤバいこと発見しちゃったんですよ。家吉、息子が14人、娘が13人いるんですよ。将軍様なんだから美人とやり放題だろうに、使う方ないね。その子供たち、ほとんど全員20歳ならずに死んでいるんですよ。はい。成人まで生き残ったのは家定だけ。その家定も病弱で、ほとんど政治ができなかったなんて話もある。ちょっと待って。いくら昔の話とはいえ。大体人間50年なんて言われてますよね。とはいえ、庶民の話じゃありませんからね。将軍家ですからね。大名が束になっても叶わない上様のご家庭のお話。どう考えてもおかしいんですよ。最高級に大事に育てられますからね。普通に考えたら早死にするわけないんですけど、実はこれ、おしろいが関係しているそうで。それ、前の動画でもやったじゃん。確かコメントをいただいたわず。将軍の子として生まれると、他の重臣たちに顔見せする会が催されてその度に顔中におしろいを塗っていたらしいんです。当時のおしろいには鉛やら水銀がたっぷりと含まれている。高貴な人ほどおしろいをたっぷりと身体に塗りたくっていたらしいです。だからそのお乳を吸って育った子供たちは鉛中毒になって早死にするということらしいんです。ほんまかいなと思ったけど、どうやらこれが本当の話。徳川将軍家15代のカルテ、という本にも書かれているそうです。古代ローマ皇帝は鉛の杯でワイン飲んで、それで鉛中毒で頭がおかしくなって防水を敷くようになったと聞いてはいますが、あと知らなかったのが絵の具。これに鉛が使われていたと言うんですよ。白い絵の具を使うのに鉛の塊を砕いていたって言うんです。そんな物騒な絵の具使わなくても他にも白い色出せる材料あるわずやろ、と突っ込んでしまいますが、フェルメールもその鉛の絵の具を使っていたらしいのです。1970年に法律で禁じられたそうですが、逆に言うとそれまで使い続けられていたということですよね。ここからは歴史じゃなくてちょっと科学のお話になるのですが鉛は金属の中でもとても柔らかいのです。ということは加工しやすい。便利で利用しやすい。でも鉛は毒性あるので中毒になりやすい。と、鉛中毒という言葉はよく聞きますけど、鉄中毒とかそういうのは聞きませんからね。医学が発達すると色々なことが分かってくるものですね。今の我々の生活を未来の人たちが見て、こいつらアホな不健康なことやってんなって笑うかもしれない。というか、むしろその可能性高いでしょうね。それにしても AK みたいな地味な君主ってあまりピックアップされないからね。実物以上に無能扱いされていたかもしれない。とはいえ幕末だから比較検討できるたくさん資料ありますしね。島津斉彬とか優秀な大名もいましたから比較されちゃいますんで、その辺は大変だったでしょう。というわけで、話が半分鉛中毒になっちゃいましたけど今日はこの辺で、次の荒井白石の回が終わったら今度は新作を投稿したいですよね。というわけでご視聴ありがとうございました。またねー。